どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日 ANA が発表したね、安心変更キャンペーンっていうのをね、始めましたので、こちらの解説ね、やっていきたいと思います。6月26日以降に7月から9月の航空券を購入した場合、最大ね、355日先までね、払い戻し、取り消し手数料無料で対応してくれる、キャンペーンという風になっております。先日ね、新型コロナウイルスのね、移動自粛も解けましたが、まあ、予約をね安心して、利用してもらえるようにという施策っていう感じですかね。まあ、現在もね、新規感染者はある程度増えているわけですけども、まあ、経済のことを考慮して、まあ、今後はね、まあ、自粛にはならないと思いますけども、やっぱりね、新型コロナウイルスのことを考えるとですね、ちょっと一般的にはねまだね予約はしづらい状況が続いているということで、まあ、これをね解消するっていった感じでしょうかね。今回の、キャンペーンの概要ですね、6月21日より以降に2020年7月1日から9月の30日の搭乗分の対象運賃を新規で購入すると最大ね355日先の便へ変更かっこね区間移動も含む変更の伴う手数料ね取り消し手数料払い戻し手数料ね、まあ、無料にできるっていうキャンペーンになっております。対象者の方は2020年7月1日から9月30日までの対象運賃の航空券を2020年の6月26日以降にね、新規で購入した方という風になっておりますので、ここはね、注意していただきたいなと思います。変更手続きがね、できる期間なんですけども、2020年6月26日から2020年の9月30日までっていう風になっております。購入したね、予約便の出発までね、まあ、変更可能ということで、まあ、当日でもね、まあ、こちら OK ということで、まあすごい対応だなというふうに思うんですけども、まあ、変更安心キャンペーンですからね、まあ、こういう感じになったんでしょうね。次にね、対象運賃なんですけども、こちらね、結構種類がありまして、ANA ね、バリュープレミアム3、スーパーバリュープレミアム28、ANA バリュー13、スーパーバリュー21、28、45、55、75セール、ANA バリュートランジットと ANA バリュートランジット7、28ということで、かなりのね、対象運賃が対象っていう風になっております。新規購入した分がね、対象っていう風になっておりまして、こちらね、変更する際も対象運賃への変更っていう風になっております。またね、差額が発生した場合は、まあ、多ければ支払いますし、少なければね返金という風になります。で、実際にね、まあ、どういう感じのパターンであれば変更できるかという話なんですけども、こちらね、公式サイトに載っておりまして、こちらね、画像を出しておきますけども、まあ、こういう感じでね、購入日が6月26日以降で、7月1日以降の搭乗の、航空券というふうになっております。まあ、こちらね、見ていただければ、まあ、わかるかなっていう感じなんですけども、6月26日以降の購入で飛行機に乗るのが7月1日以降というところだけね、押さえておいてください。またね、こちらできないパターンっていうのも載っておりまして、購入済みの航空券がまあ10月を過ぎていたりとか、購入したね、購入日がね、4月1日でね、対象外っていう感じになっておりまして、まあ、こういう感じのね、パターンであると、変更ができませんっていう感じになります。次にね、実際のこの変更方法なんですけども、こちらね、実際の画面でちょっと解説していきたいなと思うんですけども、6月26日から7月6日までの場合と、7月7日以降の場合のこの変更方法っていうのがね、ちょっと違いがあるんですよね。ここだけ覚えておいていただいて、まあそんなにね、難しいわけじゃないんですけども、ここだけね、覚えておいていただけたらなと思います。まずね、変更する予約情報をね、出していただいて、予約変更一部解約をクリックしていただきます。それでね、変更するフライトを消去した後に、フライトを追加するを選択していただきます。ここでですね、7月6日までの場合は、こちらね、変更するフライトを消去した後にフライトを選択、追加するっていう感じになるんですけども、これがですね、7月の7日以降であると、変更するね、フライトを選択し、条件を選択してね、空席照会を行うっていう感じで、ここがね、7月6日までと7月7日以降とね、変更になってる点となっておりますんで、まあ、そこまでね、難しいことではないと思うんですけども、こちらね、注意していただけたらなと思います。これ以降はですね、7月6日までと7月7日以降ね、やり方ね、一緒っていう風になりまして、条件を設定してね、空席紹介を行ってください。次にね、希望するフライトを選択していただいて、希望するフライトの取り消しをして、フライトを確認してください。そうするとね、変更前と変更後のね、内容を確認するっていう画面が出まして、変更前とね、変更後の運賃の差額っていうのをね、確認していただいて、差額をね、調整していただきます。そうするとね、フライトの変更が完了しましたっていう感じで終わるんですけども、まあ、差額のね、ところもね、確実にチェックしてね、いただいて、利用していただけたらなというふうに思います。6月26日から4月の6日までと7月の7日以降でね、ちょっとだけね、変更点があるっていうところだけ、実際にはね、そんな難しくないので、微妙な変更点だけあるっていうところだけね、見といていただけたらなっていうふうに思います。最後にね、注意事項というふうになるんですけども、2020年6月以前にね、購入した航空券やすでにね、解約済みになっている航空券は、今回のキャンペーン対象外っていう風になっておりまして、あとね、一部ね、ANA のウェブサイトでこちら行えるっていう風になってるんですけども、一部、行えないね、ケースがあるみたいなので、まあそういう場合、まあエラー等々が出たらですね、ANA の国内線予約センターにね、お問い合わせくださいっていう風になっておりますんで、この点もね、覚えておいてください。またね、2020年10月1日以降への変更は、1回だけっていう風になりますんで、まあ、この文言からね、察するに、7月から9月までの間は何度でもね、変更できるっていった解釈になると思いますんで、そちらもね、覚えておいてください。いかがだったでしょうか？今回は ANA がね、新しく発表した安心変更キャンペーンっていうのをね、解説させていただきましたけども、飛行機に乗ったね、旅行っていうのがね、ちょっと躊躇していた方もね、まあ、幾分かはちょっと予約がね、まあ、取りやすくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、ANA をね、応援するっていう意味でも、ぜひね、こちらのキャンペーンで参加していただいて、7月から9月ね、夏休み、お盆休み等々もありますんで、ぜひね、利用してみていただけたらなというふうに思います。中止されていた ANA のね、特旅マイルキャンペーンっていうのも、再開っていうね、発表が出ておりますんで、今後もね、ANA の方にね、注目していただいて、またね、動画で紹介していきたいというふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンブランホテルのことなんか発信させていただいておりますんで、もしよければね、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。